はい、こんにちは、ロゴユニバーサルデザイン伊藤です。今回はですね、藤村大輔先生にカニフィルターの、スタジオにお越しいただきまして、今2本、セミナー終わりました。なるべく早くですね、素晴らしいセミナーアップしたいと思いますけども、藤村大輔先生、12月の15日から20日まで、写真展を、行います。どこでされるんでしたっけ？東京銀座じゃない外苑前にあるナインギャラリーっていうね、ギャラリーがあって、そこで写真展があります。12月15日から20日まで、はい、まあ今ここにちょっと DM ね、アップしますけども、やりますの でそこにですね、ブース出させていただきます。ちょっと協賛させていただきましてですね、12月15日から20日までですか？20日まで、20日まで、はい、24時間、24時間もいないです。10時から19時まで、はい、開催されてまして、写真展ずっとおりますんで、製品のデモ品とその場でも購入できますので、ぜひお越しいただけたらなと思います。もちろん写真も、素晴らしい写真も販売さし、していますので、ぜひ藤村先生ね、写真も 2,3 枚買っていただけたらなと思いますね。写真も10万ぐらいですもんね。10万か20万か30万ぐらいですもんね。うん、そう、何百万もしないです。何百万心配しなくても。そうですね、はい、この前ちょっとね、軽井沢の千住博士の美術館行ってきたんですけどね、パッとちょっと画廊をこう見たら、1000万ぐらいしましたからね。1000万900万しましたからね。桁がいくつも違うんで安いもんですよ。安いこちらね、ちょっと藤間先生、これは今回のね、写真展では展示されないんですけどね、モン・サン・ミシェルの有名な写真ですけど、うちにもね、飾らせていただきますけどね。今回セミナー2本、していただいたんですけど、去年にも2本していただいたんですけども、今回セミナーしていただいて、どういう点見てほしいなとか、どういう点カニフィルターのおすすめのとかってありますか？いやね、もう最近はね、このハーフ ND とか ND フィルターって2、3年前に比べるとすごい普及してきているんですよね、はい、今ね。で、特にこういうのを買っている層っていうのは、やっぱ中級から上級の層っていうのが多いと思うんですけど、そういう人たちっていうのは、もちろん今から買う人たちはね、初級者から買うからもしれないんですけども、中上級者の方に向けて結構メッセージを発したセミナーだったかなという気がします。はい、っていうのはやっぱり写真を撮る上においてね、このカニフィルターっていうのはどういう存在意義なのかっていうようなね、突き詰めると、そういう内容をね、少しお話ししたりもしてます。でやっぱ僕が使う時にこのカニフィルターっていうのは必需品として使ってるわけなんですよね。なんでその必需品なのかっていうことはもうセミナーの中で言ってます。藤村先生にすごくよく使っていただいてて、僕も今回セミナー見てても涙が出るほどちょっとこう感動するぐらい、やっぱりフィルターを藤村先生の表現に、フィルターを使っていただいて、作品にしていただけてるっていう、メインでそのフィルターを使っていただくっていうのはすごくありがたいなと思ってるんですけども、藤村先生の、オリジナルというかですね、ハード、グラデーション 3.9、はい、これね、これあとトライアングルフィルターとかね、これもね、セミナーではちょっと売れてないとかって言ってましたけど、私はそんな表現は一切しないんで希少価値のあるフィルターということでですね、はい、そうらしいです、はい、そうらしいです、希少価値のある、ね、希少ね、はい、また来年のね、フォトコンテストやりまして藤間先生にもちろんジャッジしていただきますんで、もしここら辺の、ね、希少価値のあるフィルター使って撮っていただければ、このハードグラデーション 3.9 と本当使い勝手難しいですし、技術がいります。そういう意味でこれ使っていただいてね、撮った写真っていうのは多分ですけども評価ポイント高いと思いますので、ぜひご視聴いただけたらなと思います。さっきの写真展の話があったんですけど、今回写真展伊藤さんに、ずっといてもらって彼のブースをね、出してもらうんですけど、これ一つ理由があって、今回の写真展って全点カニフィルター使って撮ってるんですよ。全作品、カニフィルターを使用している写真展なんですね。これもともとそうしようと思ってそうしたんじゃなくて、そうなってしまったんですね。
カニフィルターを協賛につけて、写真展やろうと思ったからカニフィルターを使ったんじゃなくって、作品を撮っていく上でやっぱこのカニフィルターを使わざるを得なかったっていう部分があって、その作品が全部揃ってるんですよね。ちょっとね、見応えがある写真展だと思うので、本当、来てほしいなと思います。あ、こんな感じでカニフィルターってやっぱ使うんだ、かっこいいんだとかね、そういう感動もあると思いますし、それをまた、その使った写真を見て、その目の前に使った写真を見て、目の前にこのブースでね、写真フィルターを出したのになってるから、これを使ってこれを撮れるんだなっていうのが、まあ、実感できるかなと思いますのでね、そういった意味では面白い写真展になるんじゃないのかなと思います。あと、今回の写真展は入場料が一応500円かかりますので、フリーではないんですね。ただその分の価値はあると思いますので、まあ、ワンコインですから、すごくね、まあ、写真展やるのも ね費用すごくかかりますし、はい、まあ、美術館っていうか、もう有名な美術館とかデパートのね写真展っていうのはやっぱり1000円2000円っていうのはザラですから、それを比べちゃうとそれは高くはないんですけれども、やっぱりもう今後、僕の思いっていうのは、写真展っていうのは無料じゃなくてね、やっぱり有料にしていきたいなっていうふうに思ってますので、その、まあ1回目、僕の中では僕が個人でやるね、写真展では、まあ一昨年やった美術館っていうのは有料だったんですけど、美術館とかメーカーギャラリーとかでやる写真展以外では初めての有料展になりますので、まあ、そういった意味でもちょっと気合が入ってますのでね、ちょっと見てみてください。やっぱこのフィルターの使い方、あとは表現っていう意味においてどういうふうにフィルターを使っているのか、プロの写真家なので表現者なんですよね、僕は。だから表現者として作品を作って並べている時に、その表現をするために必要だったのがカニフィルターだったっていう、そういう流れなんですよね。それをちょっと、見て楽しんでほしいかなと思う写真展です。写真展の名前はキャプチャータイムっていうね、時間をつかむっていう、そういう、まあ、直訳すると、英語なんですけども、そういう写真展になります。ぜひお越しください、はい。今回はセミナー2本の紹介と、あと写真展の告知となります。ありがとうございます。お待ちしております。